東京外郭環状道路外環道の建設促進を求める都議会の超党派の議員連盟は今日官邸を訪れ、今年度の補正予算に盛り込んだ外環道の事業費を確実に執行するよう国に求めました。これまで未整備の状態が続いていた外環道の練馬と世田谷を結ぶ16キロの区間は、今年4月に着工の前提となる整備計画路線に格上げされ、補正予算に事業費が計上されました。民主党政権の誕生で、その補正予算の見直しが進められていることから、都議会の民主、自民、公明で作る超党派の議員連盟は、滝野官房副長官に外環道の重要性を訴え、予算の全額執行を求めました。当然そういうものを経済効果のあるそういったものを当然優先していきたいと、何度全てがこう見直しの対象とかね、凍結とかじゃないということを言ってましたね。外環については補正は全額執行していただきたいと。議員連盟は明日、前原国土交通大臣にも要望書を提出することにしています。公共工事の見直しについてはもちろん東京都も無関係ではいられません。民主党は国の今年度補正予算の見直し作業で執行停止の凍結予算の目標を3兆円とするとしています。その国家戦略の中心メンバーであり民主党都連会長でもある菅直人国家戦略担当大臣、民主党の政策と都議会における超党派の求めとどのように決着させていくのか、今後の動向が注目されます。